こ見てねえかだったね。ここ。けど、うん、上下の線とおかしいね、これ。上がラゴになったらおかしい。どっちかをして、じゃあ傾けてやったらいいわね。これ全く一緒やけど、ほら。うん、ほんで、片一本だけ。全く一緒。これもちょっと長方にしたらいいだ。どっちかを長方にするという。上が長方になったらややこしいね。両方が一緒やったらいい。で、それ両方一緒じゃないの、上も下も。だから上も下も、ちょっと違うかな。心持ち違うね。こっちが下になる。うん、これもちょっと長押したらいいみたいな。やってみろ。他、うん、だったらもう知らない。これを長押に入れないか。こうね、ゴム入れるところ。うん、これは、手では難しい。うん、手で縫うのは。わかんなかも、全く。この手で全然これ噂になってないきね。どういうこと？全然噂になってない。噂って何？専門用があんたに言ったってわからんの。わからんから聞いてるんやけど。ちょっとこれはってこれをちょっと長押す。こうほらやっぱり下が長押なっちゅうじゃないろうかね。ほらこれはこうやってやった場合。やろうか。やってないの。要するにこういうものを取ったらいい。要するにこういうものを取ったらいい。あ、いた。座って。で、あ、前へこん取ってや。足で。足おじさん取ってないです。後ろがいるけ。後ろかな。こんなカーブ。こんなカーブ。一つやってみて、それを引いて、うん、これがいたら、うん、でね、自信がないです。こうやって取りましたということで、ということはこっちを長押せないか、片一方を長押せ。それはこれで、ね、ここ、うん、ここをちょっと長押せ。片一方だ。これでええけど、片一本だけこう、これは原型を置いて立つときにしない取ります。うん。どうせならできません。これは原型だ。これが、これ実際に止めるのさしても見たらいいね。うん。もうちょっと、もうちょっとこれを、なごうてもかまみたいな。ちょっと変えろ。片一本のゴム、一本だけのゴム。ちょっとこれ当てらして顔へ。うん。下をちょっと長押しておいて、ちょっと。はい、当ててみてください。ちょっと顔へ当てる。のけてそれを。これを。取り置きじゃないか、あんたの。これはここへ来て長すぎるか、ちょっと長すぎるね。これも長すぎるね。
うん。心持ちじゃね。広げた方。よしよし。それでやってみる。うん。持ってきて。切れてない？布よ。布。で、孫がね、マスク作ってくれって言うからね、まあやってみます。はい。あの今からは厚さに向かうから冷感用の布で。これやったら涼そう、まあ、これでまあやってみます。はい。あ、こっちが表言うたかね。どっちが裏か表かは分からんで、ね、ちょうど表。こっちが、こっちが表やと思う。うん、違う。2枚重ねて取れると思うけど、うん、これでやるか。2枚重ねて、パーツ2枚取らねえかの、これで。うん、同じもので。全然和さが1センチ、これは邪魔だね。それ切ったらいいんじゃない。これ全部こっちが余計いるわ、ゴム通すの。うん、ね、これ置いとくわね。けどこれはいかんね。のけちょこうか。うん。切ろうかも、ここ。うん。いや、そこ切らんでも、そのタグだけ切ったらいいんじゃないの。これ、これ糸が太いきんでんで切るろうか。絹糸があったらいいけど、絹糸がない。絹糸がないろうか。あ、ちりかご、ちょっとこっち寄せて。うん。なんかこれだけ糸があるのに黒というのは一番基本的なあれやん。これでやろうかも。このね、グリね。ちょっと待って。まあでも色ついちょったら見やすいけかもしれない。わかりやすいよ。これじゃないとできん。うん。前を同じものがいるがやけ。はい。2枚重なることになるで、ほんでこれは。うん。型紙とこ置いた。縫い代をつけたものを取って2枚で、うん、やれるわけで、あ、これを出す、これかね。これを出して、これを出して、着ない方がいい。うん、これを出して、このハサミじゃなくて、きれいなのに切る方が。センチの縫い代はいらんねえ。5ミリ刃の縫い代で、こっちはいるわ。うん、こっちへ置いとかんと、ほら、ゴム入れるところ。うん、こっちはいらん。あんまり余計あってもないね、こう。ほら、これができんきね。チャコ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 、まあもうつついたことないき、見て、針仕事せんき、何にもない仕事はできんのやもん。ないですね。うん、あったんだけどね、きっちょかね。まずここはこれがチョークが欲しい。チョーク、印をつけるものが欲しいから。うん、まあええわ、まあやってみる。これくらいはいる。ここ、鉛筆、色鉛筆はないかな。や、色の鉛筆持ってない。色鉛筆を探さんといかんけど、探してくる。つく？
いかんか、これ。全然、この黄色らは分からん。ここが面倒いのよね。ここが、まあ、基本、ここから来たほうがないし。あった。あ、そう、よかった。ほら。うん。あったあった。そう、ホトトギスはないけど、昼間に。10センチぐらいのサシはないだ。持ってらんだ。分からん。探してこんでか。これですね。もう何十年もこれつついたことない。うん、針箱そんなことはない。まあない、ほとんどそんなことはない。この前傘に向いてるくれたもん。あれもあれはこんな、こんなことするようばの針箱はつつきよったや。これはまあ、粉が溜めるわよ、切れるみたいなね。そう、難しいね、ここが。えんねん、これ。切れそうなハサミやね。よく切ったらもう終わり、これ。うん。うん。苦みやんし。これは苦労しよう、苦労してやり。ものすごい。ちゃんとつける気ね。ここ押さえちゃって。ここずるずる滑るから。待って。ここここ、はい。いや、それを動かさないように押さえとってよ。はい。ここ動けるの。手抜けて、手抜けて。引っ張られんで、引っ張られんで。はいはい、引っ張ったらいかんよ。違うた、こればっか。間違えたりとか。いや、こればっくろうた、いや。やり最初からいかね。こんなベンベロの布は、続きにくい。ベンベロ？そうよ、ベロベロやいか。綿かなんかやったらしよいけんだ。うん、こんなんやったら強いわね。非常にベロベロ天気。うん、いや、これは違う気ね。ほら、うん、すっごくこれやりにくいよ。うん、引っ張ったらいかん。引っ張ってない。手を抜けて。はい、ああ、これは布がベロベロしちゃう気のいにくいな。これはチンゴってこ、おじいちゃんのジャケ、大きい金ずるずる落ちて。メガネある？持ってきちゃうか。老眼じゃないろ。だから、いやいや、ばあちゃんのメガネはないよ。私の俺と。あれとって、あの。あれとは何？あのメガネ。うん。哀れに思ってくれるで、この前。ちょ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 、用心。これを先やっついた方が、いいんだね。できんか。まあ、これ先。乗ってみる。どんな乗るか。二重にせないかんどうかね。一重だよ、これ。二重にせんで考えない？それか、下にその、コットンかなんかを挟まんといかんのじゃない？うちらっかに。二重に。待ってよ。こんな、同じものが二ついるということじゃない？同じものが二つ。まあ、これは一枚ダメになるかもわからんで。うん、しょうがない。知らないで。わさ。これ噂にとったでね、確か。うん、噂がわからんけど。これと同じものが 4枚いるって。これはきちんと合わない、合わんきね。うん。間違うたら、あの、もう全然できんな。で、こんな、これが出てもかまん？いやいや、ない方がいい。うん、切ってのけないかん。あ、じゃあ出てもかまん、かまん。ね、うん、このあたり出るかまんか。こっちしょ。うん、こっち切っちゃら。まったくこれと同じものがいるから。こうやってこっちに、こっちをしたいでしょうか。こっちはこうした。これはもう知らない。もうこれでやってみる。うわ、気持ちが違うきね。簡単ちくになると思うけ。こういうふうにとったらこれを捨てるようになるけど、同じことやる。ほんで丸いところ。待ってよ。反対に持ってきても一緒よね。こっち、一緒。いや、反対持ってたらちょっとでも疲労は取れるわね。どうして？こっちがわさになる。こうかい？
こういうこと、こういうことよが。そうよ。今度こっちが同じことになる。これ綺麗に合わんのが、合わんのが、うん、ほんと。これはベンベロベンベロしとったよう、ね、で。ベンベロベンベロ。ベンベロベンベロしとる時ののが、すごい扱いにくい。こんなん豚たたって、同じことよね。うん。針つか。何も変わらんの。針つか、これ怖いな。いよいよ、いや。まっすぐ切って、キリキリにせねせね。くせんじゃね。え？くせんじゃ。うん。これがどうなるか。あ、もうこれでやろう。やっと。またこれが2枚ずつ。わけないか。これか。こんなんやったのやつはね、ベロベロへん。紙やった。さあ、これを1枚塗ってみろか。お願いします。糸通してください。はい、これ白糸じゃないといかんね。黒は。わからんね。これは。まあ、どうでもやっといて、これは違うできた、知らないね、うん、同じものが4枚いるがやき、うん、これが表と裏とは2枚が同じ縫えとガタガタになるけど、しようがない。この型紙通り線をつけちゃいて縫ったら一瞬、これ綿じゃったら縫いやすいのよ。綿じゃないきね、ベロリベロリして縫えませんよ。ほら、縫ったことのない人はこういうのを探してくるけ。どこ行った？ん？見たな、これどこかわからなかった。むしろここやね。この寸法は人から大ごと4つが合わないかな、ね、うん、4枚が。ほら、切ってくれちゅう。切るってどういうこと？糸、ん？これは、なんか言って してきよって1時間もかかる。1時間でよ、変化わからん。帽子かぶっちゅうのに。もう簡単にの大きい。うん。返し針抜かせん。うん。すごいかになるかもわからんけど。こんなことしよったらもう何日もかかる。角が全然いかんと思うで、これ。見よって。角がね、ぐにゃーっとなって。どういうこと？角が決まらんけん、ぐにゃーっと沈んでくるわね。それは最初に思うたけんで。沈んでくるってどういうこと？これがこう、垂れてくるわね。ピンと立たんから。白はいかんきねえけんど。白と黒と合わすということは。いや、でも裏地で見えんかったらいいんじゃない？出てくるわね。だらんとしちゅうから。絶対に。もう黒2枚作ったらまし。出てくる。だらんってみ。やってみて、いかだったら、またやったらいいや。いかだったらね。そうやね。けど黒絵は黒をつけんとね、白つけたらおかしい。うん、うちへだらっと出るけん理屈が分かってない。まあこういうもんやということだけよ今日は、うん、これは簡単にいくと思ったなかなか。今はどこの目を縫い分かね。ここよ。え、どこ？ここ真ん中。真ん中これはね、鼻の上の方けんどね、同じものじゃないとダメ。何や出てくるけん。色が白やったら白、黒い白なんか やりやせだったろ。まあでもそれぞれが柄やったきね。柄やったら構わんわけ。これベテランさんでもちょっとこれいかほんといてやりなさい。針の目がバラバラじゃん。あいたき表と裏が違うてきたき。まあ形はできると思う。うん、こんなもんやという。これほんとかにいかん。ここがね1センチは信号中継ブカブカになる。全部ほんとこうかも。いかん。だってよくいかん、これ。こんなに違ったら。表と裏が違うんじゃ。ほら。全部ほどかにか。チグってしまうでしょ。抜いたらどこ行こう。どうしよう。くるるる。ずる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 して。うん。溶けたらこれ、抜いちゃうかな。抜いてない。一針一針のね。取って、後でするか。いや、これ片方外側にしとかんでかんのじゃない？何よ。こっちからこっち。これバッチング落ちるきね。うん、太くなるき、ゴムが入れなくなるけど、しやないわ。布がこう。これでいいのよ。これで縫ったれ。そうやね。これが簡単なことある。これどれ入れた？これ、うん、こんなんなら中心に来る。ほら、ここがほんだけ、うん、糸切ったけ、ほらここも通らないか。20で必要かな、これ弱い。うん、こんな大きいの
コムが入りません。糸が通ったな。針山ここへ開けてくれん？両方と針山って。ここ。これかい。ここらごつうなる。重ねりゃごつうなるし。いや、いいや。いや、こんなにごつうなるき。うん、もうしょうがない。しようがない。これで、しようがないで、ほんとに。どうしようもないで。今はここへ来てこんなものできてもいいの。もうちょい。これほ、ほっぺたへこう、くっつかんで浮くと思う。生地がま、守るこうなるき。うん。知らない。ここもちょっと気に入らんね。こう直しとこう。絶対嫌。うん、どっちが、うん、変わってきたね。こっちが下じゃねえ。うん。こっちが上。うん。浮かして。よ、はい。こんなん長いのじゃないといかん。長いのないよ、これしか。で、通し抜くから。ないじゃん、これしか。切ったき。火を通らんとね。いかん。切れますし。なんか通す棒がないのか。通ってくれ。出てくれ。ありがとう。出てくれた。すごい、できたね。もう一歩、もう一つ貸して。うん。で、かっこよかったら。うん。か、長すぎる？いや、ええろ。結ばしてよ、おばあちゃんに。結ぶとはどういうこと？長すぎたらいかんき。うん。こう、自由がきかんき。通ってくれ。お願い。あ、通ってくれた。あ、よかった。ドラ。耳当て、当てて。うん、ここだけ。これ抜けちゃいて。うん。素晴らしい。よう通じゃ。うん。おい。おい。上等、星七つ。星七つもったいないわ、じゃあ。はい。はい。はい。ありがとう。こっちが下よ。うん。ね、うん、ここまで来るの？うん。もう一回して。できた。